すいません、それではお時間になりましたので、特定視聴者問題調査会長から、がお送りする、その後を考える第6回、開催したいと思います。本日はですね、三浦小太郎さん、加藤宏さん、おいでになっております。最初に、我が調査会代表の荒井和弘の方からですね、この間、秋田に行ってきたんですよね。まあ、そのことについて、まあ、一連の我々がまあ調べていくことについて、それからですね、今官報という、まあ、政府が公表している自治体が公表している、まあ、事案についていくつもちょっとうちの方で調査をしています。まあ、そのことについて、お話をする順番でやっていきたいというふうに思っています。見ての通り今日は自衛隊の制服を着ております。今日は記念すべき体感記念日でございます。記念すべき、後から本人からね、ちょっとその話もあるかもわかりませんが、明日からは僕と同じコスプレになりますということで始めさせていただきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。はい、荒井君からよろしくお願いします。今日はまたお忙しい中、皆様おいでいただきましてありがとうございます。その後考える集いも今日で6回目ということになりまして、今日は主に、公文書などから見た、実はそういうようなところにもかなりさまざまなことが分かるということを中心にですね、お話をさせていただきたいと、あとはもちろん自由に議論をしたいというふうに思っております。で、今村尾の方からちょっと、紹介がありましたので、本題と違いますけども、ちょっと一言だけ、申し上げますと、私平成15年の9月の6日に、予備自衛官として任官をいたしまして、で3年で1任期になるわけですが、今年の制度改正で61歳までは、任期の更新ができるようになったんですけど、先月の8日で私62になってしまいまして、これで一月違いで残念ながら更新ができず、今日で期限切れで任期満了退官ということになっておりまして、で、まあ、せっかく最後だからいいだろうと思って、制服を着てきたと。でこれ本当は着ちゃいけないんです。制服規定から言ってですね、予備自衛官は招集されている時以外は制服着ちゃいけないことに一応なっておりまして、実は私そのと言われながらも制服を着てチャンネル桜に出たりとかですね、するたびにこの反対側の一概にあります、東京地方連絡部から呼び出しを下ったりとかですね、してともかく、着ないでくださいということを言われたりとか、いろんなことがございましたけども、まあ明日辞めちゃいますから今日着てても別に何でもないだろうということでですね、来て階級証もちゃんとつけております。で、これからまず私の方からですね、お手元にというか、実は今日ページ数が32ページになってしまってですね、コピー代がバカにならないもので、資料をこの最初の1ページ2ページだけただで差し上げる数字で、3ページ以降のやつはすみません、一部500円で受付で販売しておりますので、もしお買い求めでない方で、必要という方はすみませんが受付の方に行っていただいて、お買い求めをいただければと思います。でそれに従ってお話をいたしますので、買わないと損だということです。でちょっと座ってお話をさせていただきます。後ろにこれまでいろいろ回ってきた漂着船の現場写真の一部をですね、展示とかしております。で先週の土曜日に、金曜日に日本維新の会の高木香織議員、串田誠一議員のお二人と小川に行ってまいりまして、で、小川の漂着船を見てまいりました。ただ前に来た時と比べて潮がちょっとこうもうちょっと高くなっててですね、春だともっと引いてて歩けるんですけども、ちょっと歩けなかったので若干離れたところから見たという感じなんですが、この中にも小川の写真が出てまいります。で、小川の漂着船は行ったところで見えるのは2つ、
ありまして、他の秋田県の漂着船、それから石川も青森もみんなそうだと思うんですけども、去年から今年にかけて漂着したものはですね、ほぼ全部片付けられているんですが、男鹿の漂着船だけ、片付けられずに残ってます。で、一つは5年前に着いたものはですね、この中だと白い、漂着船なんですが、これはもう片付けられずにそのまま残っていると。実は中から3人遺体が出てきた、漂着船なんですけども、テトラポットの横にあってですね、テトラポットの陸地側の方は道がなくて重機が入れられない。で、テトラポットの海側の方、その漂着している側はですね、今度は浅瀬になっていて、船が入ってこれない、作業台船とか持ってこれないということで、そのまま放りっぱなしになっているという、状態です。まあ、例えば自動車事故でですね、3人亡くなった、例えば谷底に起こって3人亡くなった車があったとして、それを放置しとくかなと思うんですが、実際にはそういう状態で、もう一つは去年の11月に流れ着いた船なんですが、これもやはり同じようなところにあってですね、で、最初着いた時はまだ比較的解体しようと思えばできる場所にあったそうなんですが、これがだんだん流されてですね、で、その5年前の漂着船の近くに行ってしまったと。で、これもまた動かせない。で、地元の漁師さんからいろいろ話を聞きましたが、まあ、ともかく気持ち悪くてしょうがないと、できるだけ近づかないようにしていると。ただ、まあ、この間台風も来ましたが、波で流されたりして、で、糸に、網に引っかかったりすると、まあ、被害が出る、あるいは船にぶつかったりとかですね、そういうことをすると被害が出るので、なんとかしてもらいたいというようなことを言っておりました。まあ、なかなかまあ、かといっておそらくあれ一つですね、片付けるの、まあ、少なくとも数千万ぐらいはかかると思うんで、そう簡単にはできないでしょうし、どうしようかなと思っているうちにどうせまた次のが来るでしょうから、まあ、そういう意味ではですね、非常に、まあ、頭が痛いものだと思います。で、今回、船のことで調べているうちに、まあ、官報に、公旅死亡人、行行くにですね、漁港の旅に死亡人という、つまり要は昔でいう行き倒れ、身元不明遺体、これについての、記載が、まあ、多数あるということが分かって、これを今膨大な資料をですね、チェックを行っているんですけども、実はですね、そうしたら例の山本美穂さんの事件で、山梨県警が山本美穂さんであると言って発表した遺体、ですね、昭和59年6月21日に、山形県遊佐町の海岸に流れ着いた女性の身元不明遺体、これがですね、官報に載っていない、ということが分かりました。で、これは一体何だと、いうことになってですね、まあ、まさか官報をですね、一度出ちゃったものを消すってことはできないと思うんで、どうなってるんだろうと思って、で、遊佐町に行政文書の開示請求をやりました。そしたら答えが返ってきまして、で、この資料、1枚ずつ配っているものでもありますが、最初のページの昭和59年と書いたところですね、北朝鮮、船体の一部、遺体の着岸漂流一覧の昭和59年と書いてあるところで、これは町で、遊佐町としての告示で済ませたと。つまり町役場にですね、掲示して、それで終わらせたということだったそうです。で、法律上で言うとですね、官報に掲示するじゃない、町としてその自治体が、それを告示するのと合わせて、官報への掲示ないし新聞への告示をすると
いうことになってるんですけど、まあ、新聞は一応記事になったんで、おそらくそれで省略してしまったのではないだろうかなというふうに思います。で、まあ、ということは、あの官報のその公領死亡人だけでも膨大な数なんですが、さらにですね、官報にも載ってない公領死亡人がまたこれものすごい数いるだろうとこういうことになりまして、まあ、これは非常にですね、一体どうなってるんだというような思いがございます。で、特にこの山形の遺体に関しては、ここにもですね、書いてあるように死後1、2ヶ月経過したものと推定されるというふうになってるんですが、まあ、実際に山本美穂さんが失踪したのは6月4日で、遺体が見つかったのが6月の21日ということですから、まあ、極めて時期的には近いわけで、やはりこれはどう考えてもおかしいんですね。でなおかつ、どうやって、まあ、官報にも乗っかってない、まあ、警察の資料にあったということなんでしょうが、こういうものをどうやって警察が引っ張り出してきたのかというのも非常に、まあ、興味があるといえば興味がある。一生懸命、まあ、探してですね、何とかして結びつけられないかと思ってやったんだろうと思うんですが、それで出てきたものはこれだったんだろうと。ただ、このご遺体自体も、まあ、若い女性の遺体であることは間違いないんですが、結局誰かというのは未だに分かっていない。遺骨は、湯沢町の定流寺という、お寺にありまして、実は私自身、お墓を開けてもらって、中の遺骨も見せてもらいました。3体かな、一緒になっちゃってるんですけどね、ご遺骨はありました。だからまあ、これが誰かというのはちょっと分かんないんですけど、まあ、山本美穂さんじゃないことだけは間違いないんで、あるいはこういう方々もひょっとしたら、例えば、拉致をされる途中で殺害されたとか、そういう人である可能性も、まあ、ないとは言えない。だろうというふうに思っております。で、その後ちょっとこの資料に基づいてちょっとお話をします。この昭和40年からスタートしてますが、この辺りはですね、まだかなり抜けてます。実際には非常にたくさんあるんだと思うんですけども、とりあえず気がついたものを順番に入れているということなので、実際にこんな数ではないということはご理解をいただきたいと思います。で、平成2年10月28日に福井県の三方郡美浜町の久串海岸に耕作古船という耕作古船から出てきて、海岸近くまで来る船ですね、これがたどり着いて、そしてあと耕作員とみられる遺体が2体、漂着をしたという事件がありました。これは美浜事件という、まあ、有名な事件、なんですけども、まあ、この頃はともかく北朝鮮の工作員はですね、もうずっと平気で出たり入ったりしていた時期だった。たまたま運の悪い人間がですね、こうやって土台物になったということだったろうと思います。それからこれ見てっていただくと沖ノ島が非常に多いんですね。で、例えばこの損した平成10年の12月2日沖郡西之島町で遺体一体というのがあるんですね。でこれらの中のおそらくどれかだと思うんですが、国ですね、前に沖ノ島行った時に聞いたのは、映画の獄門島のロケに行って、で断崖絶壁から人が飛び降りるんだか落とすんだか、要はダミーといわれる人形を、上から落っことして撮影をするという、まあ、そういうシーンがあって、で、映してですね、で、ただダミーって非常に高いので、落としたままで捨てるわけにいかないから、ダイバーを潜らしてですね、引っ張り上げるんですが、そうしたら、なんか人民軍の軍服着た遺体が、上がってきちゃったというですね、獄門島より怖い話が現実に、まあ、あった、ということでございます。まあ、その12月、平成10年12月16日の2ページにある遺体がひょっとしたらこれだったのかもしれないんですが、まあ、ちょっとともかくわからない。まあ、沖ノ島ともかくそういう話が非常に多いところです。で、間違いないかどうかわかりませんが、シンガンスが沖ノ島に上陸してたというような話もあります。それらしいのを見た
言うんですけど、工作員だからみんな同じような顔しててそう見えたのかもしれないですけども、そんなことがございました。それから平成11年の1月14日福井県の三方町、今若狭町ですが、ここに遺体一体が漂着しておりまして、で、高校に関するメモが入っていたと。北朝鮮軍の上佐、上佐というのは中佐と大佐の間ですが、私たちの船は朝鮮人民軍26局4地区副業船、船籍は原山市、昨年11月に兵士ら15人が乗船し出港したが機関故障で艦水漂流したと。こういうメモが残っているケースというのはもう極めてまでで、実質にはほとんどございません。ですけども、この時はそういうものがあったと。で、この時期、ちょっといつまでだったか忘れましたが、前は北朝鮮側からの問い合わせがあって、遺体をですね、朝鮮送電を通じて、返したりとかいうこともあったそうです。最近はもう全く、それはないんですが、そういう時が、ありました。で、漂着船が間違いなくですね、漂着船と見ていくと、平成18年、4ページの平成18年のあたりから、だんだん増えてるんですが、24年の頃からですね、またさらに、増えてくると。で、もうやっぱり年間数十隻のペースでですね、もうこの頃から大小の船が、漂着をしているということでございます。これやってますと、遺体の、官報に書いてあるのは、身元不明遺体のことですので、そうするとですね、高度に腐敗してとかですね、下の顎がなくなってとかですね、半ば白骨化とかそういうことが非常に多いって、当たり前なんですけども、やっぱこう文字だけなんですが、それでも書いててもなんか結構ですね、こっちも精神的に、ダメージがあるという状態になるぐらいたくさんのものがあって、ということはおそらく流れ着いたところで、見た方も大変だったんだろうなというふうに思います。前回申し上げたかどうかわかりませんが、青森を回ってた時に深浦のですね、港で作業してた方にお話聞いたらば、いや実はという話でですね、朝起きて、窓を開けたらば、港にですね、なんか白いものがぷかぷか浮いてたと。で、なんだろうと思ったら死体だったと。これは2つ見つかって、その後もう一つ近くから見つかったということがございました。あるいは階段、そのここら辺で、遺体が一つ出たという話があったと。これはあれは秋田の二カ穂かなんかだったと思いますが、行ってですね、近くにいた奥さんに聞いたらば、いやうちの裏だよという話でですね、雪が海岸に雪が、積もってて、で、そこへカラスが集まってきてですね、何だろうと思って行ってみたら足が突き出してたというような話でございました。こういうのがかなりたくさん、流れ着いていたと。それからこの間ちょっとメールのニュースでも少し流したことなんですが、平成25年、のですね、8ページあたりからなんですけども、この手学本という北朝鮮の貨物船の乗組員が相次いで、日本海の海岸に漂着しております。で、これはですね、前年平成24年2012年の12月に遭難した北朝鮮の貨物船なんですが、改めて見直すとですね、非常に不思議なことがいくつかございました。というのはこの船はですね、救難信号を発した場所が北朝鮮のチョンジンから、南東だったかなに、だいたい100キロぐらいのところ、ですから北朝鮮の排他的経済水域、私メールには領海って書いたんですが、排他的経済水域内で、で機関故障を起こして動けなくなったというのがロシア側が受信して、みんな通知をした、そうです。で、その後要は救命いかだにですね、
乗り移っていたものが結局遺体になって流れ着いたということのようなんですけども、みんなドライスーツとかですね、ちゃんと着ていて、でなおかつこの金属製の筒の中にキム・ジョンイルとキム・イルソン の、 肖像画を入れて、乗ったと。だから慌てたという状態ではなくて、かなりですね準備をして、乗っかったようだと。で6000トンぐらいの貨物船ですんで、単に機関故障を起こしただけで沈没するということはまず考えにくい。でそうするとですね、一つ考えられるのは、この当時も国際的な経済制裁とか行われていた時で、日本の港にはもうともかく北朝鮮の船入れなかった時ですから、ひょっとしたら何か特別なものを積んでいて、そしてこれがもう他の国に分かったらまずいと、これも中国ロシアも含めて、分かっては困るようなものを積んでいて、そして動けなくなってしまってどっかに流れ着く可能性があったと。で、そうなるとですね、これは危険、見つかっちゃまずいんで自沈させたんではないだろうかと、いうことも考えられるのではないかと。それで乗っていた乗組員は救命いかだに乗ったわけですけど、結局、遭難してしまってこうやって流れ着いたという可能性があるのかなというようなことを、感じております。それから資料の9ページにあります秋田県男鹿市の北浦湯本の木造船というのが白い木造船です。5年経ってますんでポルタールが抜けてですね、色が真っ白に変わっております。これ中に入るために穴を開けたりしてますんで、断面が非常によくわかる、本当によくこんな船でですね外海に出たなというような船でございます。18ページに、平成20この中でですね一つが、金日成の肖像画の書かれた紙幣、5000ウォンの紙幣が12枚で、ハングルが書かれた紙幣ってのはこれは韓国のものかどっちか分かんないですけど1枚、それから中国の人民元が入っていたと。でこれ他のところにドルを持ってたとかいうのもあるんですけども、やはりですねここら辺はちょっと要注意、人間によっては工作員とかそういう可能性もあるのではないかと思います。これは確定はできません。それから去年の11月23日これは秋田県の由利本荘のマリーナで8人が乗っかった船というようなことできましたが、この間やりましたようにあと2人いたのではないかという説があります。これははっきり結局分かっていない。それから11月28日だ、11月28日実際についてるのはその1週間ぐらい前に着いたと言われてますが、11月28日に松前に着いて、そして生存者が10名いたということで、ここら辺が今のところこの生存者なんですが、その前11月27日に青森の西村に着いた木造船、人間は誰も乗っかっていなかったんですが、上部構造物、櫓はそのまま残っていて、でなおかつ男物の革靴が残っていたということで、これはやはり乗ってた人間は上陸しちゃったというふうに思った方がいいのではないだろうかというふうに思います。で、このような形で、多数の漂着船が出てきているわけで、で一番最後のところを見ていただくとですね、大体2月である、程度山を越して、4月以降は数が少なくなっているということはお分かりだと思うんですが、おそらくこれまたこれからですね増えてくるだろうと思います。で、由利本荘とそれから、松前に来た連中はですね、もうみんな全員返されていたと。で、彼らは向こう日本に帰れば、当然尋問を受けるわけですね。で、日本で一体何があったんだという話に当然なる。で、これこれこういうことありました。
で、3食食べました、ね、風呂にも入りました、あったかいところで寝泊まりしました、で、結核だった人間は治してもらいました、泥棒やったけども処罰もされませんでした、で飛行機で返してくれましたという話になり、ということになれば当然ですね、事情聴取をした人間はもしここで話したことを絶対に外で言うなと、外で言ったらばお前収容所送りだというふうにですね、当然言われるはずですよね。で、言われるはずですが、彼らは今度はですね、家に戻って奥さんにね、あなた一体日本で何があったのというふうに聞かれるわけですね。で聞かれたらば、その人は大抵何と答えるかというと、お前絶対言うなよと、言ったら大変なことになるからね。だからでも実は3食ね、美味しいものは食べられて、で、あったかいところに寝泊まりして、で風呂入って、で結核だったんだけど治してくれたんだと、で泥棒やったんだけど何もなかったよと、拷問とか何もなかったよというふうに言われてですね、で、だけど絶対これ言っちゃダメだぞというふうに、言われるわけです。で、言われた奥さんはですね、隣の奥さんにね、あんたのところのご主人何があったのっていうふうに言われて、絶対言っちゃダメよというふうに言ってですね、でこうやってあっという間に気がついたら北朝鮮中に伝わって、でもし金正恩に何かあってですね、でこれはどっかへ逃げなきゃいけない、なんかもう大混乱になって逃げなきゃいけないという時になった時に、ロシアの方へですね、船持っていくと間違いなく撃たれちゃうと、南だってどうなるか分かんない、でも日本が一番優しそうだという話になるとですね、ああいう船に乗るのか、あるいは中国船がブローカーで連れてくるのか分かりませんけども、山ほどやってきてしまうということになる可能性があって、まあ、まさにですね、ちょうど去年、ちょうど1年前にこのプロジェクトを始めたわけですが、その時の要は懸念が次第に現実に近づいているのではないだろうかと。で、これは急に始まったわけではないということが改めてですね、この資料とか整理をしていて、分かりました。本当にですね、前からいろんなことが起きていたのに我々気がつかなかっただけなんではないだろうかということで、ございます。で、だからもう一回ですね、そういうこと何があったのかというのを思い起こしていきたい。で残念ながらこういうことはですね、海上保安庁絶対に発表しません。だからおそらく海上保安庁も国会で聞かれればとりあえず最低限の資料を出しますけども、積極的には出さないわけなので、これは自信を持っていますが、今この資料で、がですね、32ページある資料がこれおそらく表に出ているものとしては日本で一番細かい、たくさんの情報が乗っかったものだというふうに思います。でこれはでもお役所に任しとけないので、役所の方でも裏から教えていただければ一番ありがたいですが、それ以外の方でもですね、地元でこういうのがあったとかいう話があったらば、ぜひとも広げていただきたいというようなことを思っている次第でございます。ということで一旦、以上私の方の話を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。これを受けて討論という形になりますが、加藤さん、まずはじめに、お話をしていただければと思います。関連していることで別に構わないですし、今のことについて直接お答えしていただく必要もないんですけども、こういうものが現実に起きているという状況の中で、これはもう最初からの最大のテーマだと思いますけど、どういうふうな対応をしていけばいいのかなというふうなところから。はい、はい、北朝鮮難民教育金の加藤です。どういう対応をしたらいいのかというのはなかなか難しいんですけども、今荒木さんの方から紹介のあった話ですね。私たちは主に脱北者から話を聞くことが多いんですけども、で偶然といいますか幸いといいますか、トンジンでですね、イカ釣りをやっていた脱北者が日本に来ているんですよね。で私たちの
ニュースにもその彼のインタビューを載せたことがありますけども、まあ、これからも日本にはやってくるだろうし、まあ、いざという時になったら、まあ、日本に来るだろうということは、そのインタビューからも察することができるんですね。一つは、彼が言うにはですね、チョンジン沖の海流というのは、その能登半島に流れるらしいんですね。ということを、あそこに漁に出る人間はみんな知っていると。でも、まあ、だからといって誰もが日本を目指してくるわけではないんですけれども、何かあってどうしてもその本国に戻るに戻れないといったときには、日本に流れていくのが自然であって、でそれは、まあ、止めることができないと。そういうその海流、それから地理的な関係から言って、そういうことが、まあ、あり得るという話をしていましたですね。ですから、それは、あり得るという話は、北朝鮮の国内状況がどうであるかということと関係しててですね、北朝鮮の国内状況が、もう彼らがそこに留まることを許さない、つまり留まることができないという状況になれば、そういう道を選択することはあり得るということだろうと思うんですね。で、こういうその日本に漂流船が流れ着くということが、漂流船というとそのまま海流に自然に流されて着くというふうに思いますけれども、この流れに乗っていけば日本にたどり着けるという知識があればですね、それを意識的にそういう方向を取るということはあり得ると思うんですね。で、その難民の問題で言いますとね、かつてそのベトナム難民ということがあったと思うんですけども、ベトナム難民の場合は、ベトナムの船ではなくてですね、あれは中国の広東省の方の船がですね、ビジネスとしてベトナムから脱出したい人を乗せて日本にやってくるというそういうことがありました。それは初めからたくさん来たわけではなくて、最初1艘2艘というふうに来て、だんだん多くなって結局3000人が最終的に日本に来たということになっているわけです。で、今その北朝鮮の漂流船が日本にたどり着いている数というのは、その生存者を基準に考えたら非常に微々たるものですけども、ベトナムからの難民がたどり着いたようにですね、北朝鮮からもやがて数が増えていくだろうということは、今の北朝鮮の経済状況からしてですね、それから北朝鮮の国内における市場経済の発展ということを考えてみてもですね、そういう可能性は、まあ、大いにあるだろうというふうに、まあ、思います。ですから、これで終わりということではなくて、北朝鮮の私は国内状況と非常に密接に関係しているだろうなと思います。それともう一つは、その中国の船がですね、ベトナム難民を運んだように、あるいはそのシリアの難民をですね、ヨーロッパに、イタリアに運んだようにですね、そういう難民ビジネスというのが将来あり得る。で、その場合どういうことになるだろうかというふうに考えるとですね、それはやっぱり中国の船が、中国の船が北朝鮮のその人民軍の傘下にある水産事業部とそういうものとの連携のもとにですね、中国の船がその北朝鮮からの脱出者を運ぶというような形というのは、まあ、考えられるかなというふうに思います。で、取れるか取れないかわからないような水産物を目当てにして仕事をするよりはですね、確実に稼げる難民を日本に一人連れていけばいくらになるということははっきりカウントできるような方がビジネスとしては最も成り立ちやすいという、そういうことになると思います。
ですから今の段階ではですね、その制裁の話があって、じゃあオイルどうするんだとかですね、そういうことがありますけども、その北朝鮮の市場経済、つまりそういうことがなかった時代はですね、あるいは非常に少なかった時代はそういうことを考えられないんですけども、今みたいに400を超えるような市場がですね、北朝鮮の全土にあるようになってくるとですね、これは商売といいますか、その経済の原理でですね、売れるものは何でも売る。で、必ずしもパイプラインを通さなければ原油が来ないわけではなくてですね、いろいろな方法で、北朝鮮に運ばれるだろうと思います。で、今新聞に出てるのはほんのわずかでですね、セドリだとか、まあ、UN の経済制裁の下で、オイルが入らないのをセドリで今補っているというのがありますけども、今や北朝鮮の経済が 40% はですね、闇の経済で成り立っているというふうに言われているぐらいですから、そういうことを考えるとですね、燃料がないから日本に来ることはできないとかですね、そういうような話はもう全く成り立たないような状況が近づいているということが言えるんだろうと思います。ですからそういう意味で私たちは非常に注意深くですね、この動きを見ていく必要があるだろうなというふうに思っています。以上です。ありがとうございました。で、三浦さんですけど、また三浦さん立場がちょっとね、違う、見方が違うと思うんで、いや、別に立場というか、はい、まあ、簡単に言ってしまうと、まあ、まず、一つは、マンギョンボン号、もうこの名前も古くなっちゃいましたけどね、新潟にマンギョンボン号が来てて、これは私は証拠は何もないです。こういう荒木さんのデータを見て、もしかしたらと思ってるんですけど、あれはすごく向こうにお金を運ぶ船っていうイメージが強かったでしょ。私はそれ半分かなと思うんですよね。僕はあれはね、工作員運んでた船かなって気がするんですよね。よくあそこに拉致会社乗ってたとか、そういう話もありますけど、私それは証拠がないから言いません。もちろんこれも証拠はないんですけど、私はこうやってたくさんの船がですね、かなり危険な状態で来て、もしかしたらですよ、工作員がこういう形で日本に入ってきていたり、あるいはその工作員ですら秘密に入ってこようとして失敗しているというのが事実であるとするならばですね、マンギョンボン号というのは根本的には工作員運んでた船かなという気がするんですよ。で、そういう点では私は朝鮮総連が一時期ですね、非常に船がなくなったら人道的に大変なことになると、向こうにいる帰国者たちが飢えて死んでしまうというそういう宣言がいっぱいありましたけれども、私はそれに関してはですね、私なりに知っていることがありますけど、もちろん向こうにいる家族に対して何かを送りたいという人だったら何も船を使わなくてもやる手段はあります。そういう点では私は新潟に来ていた船というのは根本的には工作員を運んでた船なんだろうなという気がしますね。まずそれが一つですね。もう一つは、まあ、今日私がのほとんど推測の話になってしまうんですけれども、こうやって将来の難民の話、これももちろん大事なことなんですけれども、やっぱりね、もしもですね、今例えば日本にこういう形で流れ着いたと、その人たちに対して日本政府の方でその人が工作員かどうか、あるいはまたその人たちが行方不明になった時に行く場所があるとしたら、それ総連なんですよね。総連だけではないけど、一つは総連なんですね。何も山の中でずっと生きてるわけではないので、行く場所があるとしたら朝鮮総連、もしくはその関係のところが一番行ける場所なんですね。で、日本これだけ海岸があるんだから全部防げないんだったら、行く場所をなくした方がそれは防げます。そういう発想は必要かなという気がしますね。もう一つは、
これはちょっと将来か近未来か明日のことか、それは神様にしか分かりませんけれども、私はあの北朝鮮で大きな事態があって、たくさんの難民が日本に来る可能性というのは近い将来起きると思っていますから、その時にですね、私たちは一応というか、私日本国がですね、そういう人は全部追い返せとかですね、そういう人は一歩も入れるなとか、そんなことはできるはずないんです。それは日本が弱いからできないんじゃない。日本という国は私はそういうことをしちゃいけない国だと思ってますから。で、そういう人たちが助けを求めて海岸に来た時に、その人たちを一旦保護した後で、その人たちの中でこの人たちは日本でもしかしたら拉致会社だって来るかもしれないんです。その人たちを助けるべきなのか、受け入れるべき、助けるべきなのか、あるいは韓国に行ってもらうべきなのか、あるいはもしかしたら逮捕しなきゃいけないのか、そういったことをきちんと、それこそ安倍総理が言ったスクリーニングっていうのをしなきゃいけない。で、それをするための準備っていうのはおそらくまだ日本は全然できてませんけど、最低限なくちゃいけないのは工作員が来た時にそれを逮捕する法律なんです。今の法律でも便宜的にはあると言ってますけれども、日本に戻ってきた、これちょっと話違いますけどね、淀川藩の人で、あのパスポートの問題以外で逮捕された人一人もいないでしょ。まあ法律は遡れないから、法的にはそれは間違いじゃない。それで今、例えば朝鮮総連で拉致に協力した人で逮捕さ、そのことで逮捕された人いないんですよ。私は何もその人たちをいじめたくて言ってるんではなくて、本当にそういう形で人が来た時に法整備しとかないと大変なことになる。で、そういったことに対しての、整理というのが今すぐできなくても、これやっとかなくちゃいけないですよね。そういうのをこれから難民が来るっていうことに変に警戒しすぎたり、あるいはそんなもんありえないというふうに決めつけたりするんじゃなくて、来た人たちの中をどういうふうに助けるべき人を助けて、また怪しげな人に対してはどういうふうに調査して、本当にそれが問題があったら逮捕しなきゃいけないか、それはおそらく今の現行法ではできない。これは荒木先生たちが昔やっておられた活動の一つですけど、名前がいいかどうかは別として、スパイ防止法みたいなものっていうのをきちんと考えていかないとこれできない。スパイ防止法みたいなものちゃんとあったらね、今頃朝鮮総連の問題ないですよ。だからそういったことを一般の国民の人権弾圧にならないような形で本当に考えなくちゃいけないし、そうしないと今来ている脱北者の人たちだって肩身が狭い形でいろんなことを考えなきゃいけない。今日本にいる脱北者の人で、まあ、今日川崎さんおられますけれども、何人かの方が北朝鮮を訴えたでしょ。たくさんあのやり方でなくてもいろんなことやりたい人いるんですよ。一番彼らが怖がってるのは、日本に総連がいるから何かやったら全部伝わるなって。で、そういう総連っていうものの存在を今のところ日本政府が許している以上は、おそらく日本政府守ってくれないなと思っています。で、あと最後にこれで終わります。今日の話とずれちゃうんですけどね、これだけ危機的な状況がある中で、日本と北朝鮮の国交正常化を推進する議員連盟というのが今結構頑張って活動してるでしょ。あの動きが大きくなったら、この人たちこんな危ないことしませんよ。この人たちというか、もしこんなふうに工作員がいたら、堂々と国交正常化の交渉で入ってきて、そのまま朝鮮総連に行ったら、それで OK です。だからあの議員連盟の人たち、こういうこと知ってるのか知らないのか知らないけど、もうオールジャパンとかそういうことはやめて、あの人たちもう敵認定しないと本当大変なことになりますから、それはちょっと申し上げておきたいと思います。話がちょっと広がってすいませんでした。はい、ありがとうございました。この間聞きましたよ、元防衛大臣の
人がね、もうこれは国交正常しかない、ないと言ってると。どうもなんかそれは、日朝議員連盟の、圧力がかかってる。でもあの人はそのメンバーね。そういう話だということでした。ちょっと怖い感じしますけどね。ではですね、北朝鮮というものに関わってしまったばっかりに、とても理不尽な目にあっているご家族の皆さんから、どうしようかな。じゃあ、こっちで。はい。松本さんからじゃあ、順番に。北朝鮮に関わってしまった。そんなことはもう何回も喋ってるよって話でしょうけど、まあ、こういう事実を見て、どういう感じか。これ、この漂着船に関しては私も荒木さんと一緒になって、何件か回ってきましたので、まあ、簡単に入ってくるんだなという思いが非常に強かったんですけども、それともう一つ、まあ、よくこんな船で入ってくるなというのがあったんですが、多分漁に出るときに命がけなのか、それとも何らかの目的があって、海上まで安全に行けるはずだったのが、なかなかそれが結局は最終的に行けなかったのか、真冬の日本海によく出てきたなというのがありますよね。潮角でない限りは、こんな木造船の小さい船ではとても行きたくない。私は私も昔漁業実習船乗ってましたけども、大きな船でしたし、鉄鋼船ですから何の問題もなく出てたんですが、とても操業を考えるとこんな船では来たくないという、まあ、死刑宣告されてるようなもんですからこれね、それでもよく来られたなというふうには思います。で一番今関心があるのは官報の問題ですね。先ほど荒木さんがおっしゃったように、よくまああんだけその膨大な官報にも載っていない、遺体の中から探してきたなと。でしかも官報に載ってない遺体を山本美穂さんと認定したということ自体が非常に驚きです。まあ、これ自体が官報に載っていないから詳しくわからないし、結局うやむやになってしまうという点で選ばれたの可能性が強いのではないかと思ってます。この山本美穂さんの件に関しては本当に元内調のトップだった方も、私何回も聞いたんですよ。昔有識者会議というのをメンバーに、あとオブザーバーみたいな的な感覚でいましたから、あれまおかしいでしょう、どう考えても。絶対に体型も 体型も違うし、入るズボンじゃないでしょうから、その時にね、いや入ることはあるんですよっていう次ですよ。入るんですよ、入るって言ってですね、入ることもあるんですよって。まあ一応 DNA 鑑定したから共鳴したんでしょうけども、まあ、そういう言い方なんですよね。それがその官報にも載っていないというので、今回非常にこれはさらに怪しいなというふうには感じております。以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて竹下さん、よろしくお願いします。こんばんは。皆さん、お忙しい中本当にありがとうございます。私は、まずは山本美穂さんのあの件に関しましては、いわゆる荒木先生が取り寄せてくださった、公開を求めて取り寄せてくださったものを今日午前中にちょっとプリントアウトしてきたものですから、町ではこのいなくなった当時すでに手書きでこの遺体は死後1、2ヶ月を経たものと思われるとちゃんと書いてあるんですよね。あの遺体が発見された当時に。それなのに、それを何年も後になってから、お父さんも確認してるんですよね、その時の夕日に。なのに、後になってからそれ一生懸命つけようとしている。私たちこの中にいる女性たちは、自分たちの、本当に自分たちのブラジャーサイズの5センチ小さいのかつけていられないですよね。瞬間的に息を詰めてつけることはできても、長く一日つけていることはブラジャーというのはできません。男性型のお腹をこう縮めるのとまた違うんです。肋骨があるんですから。そういったものを無理に山本美穂さんと、言おうとしている、言っているこの警察の
やり方は私は本当に不思議で不思議で、それと怒りと一緒に思い出いっぱいです。それから漂着船の関係で、私も金沢の時に一緒に見せていただいて、船を何件か見てきたんですけれども、その時にも思ったんですけど、それか今このデータをずっと見ていて思うのですが、これだけの船を一人や二人で操縦できるはずはないと思うんです。もしかして一説にもあるように、いらなくなった船に死体を一体乗せて、日本海の途中まで紐で引いてきて、途中から離して日本に行けと話したならともかく、でもそれにしてもこれだけの 大きな船に遺体6体7体という遺体があるというのはいくつかはありますが、ほとんどが1体2体という遺体の数ですよね。それしか人が乗らずに来たわけはない。これだけの荒海を、そうするとそれ以外の人たちはどうなってしまったのか、海の中で飛び込んでしまったのか、それとも日本に来てどこかに蒸発してしまったのかと思うと、本当にこのずっと調査をしていただいた記していただいたものを見ていると、その辺がまた本当に不思議ではならない。どれだけに多くの人の命を乗せてこの船たちは海を航海を始めたんだろうと思うときに、人間としてまずそこのところが切なくてならないんですよね。死ぬかもしれないと覚悟をしながら日本海に漁に出る、それは分かりますけれども、絶対死なないで帰ろうと思って漁には出るはずなんです。稼いで帰ろうと思って漁には出るはずなのに、それがその命が何か本当に木屑のように消されてしまう。そしてなぜか船には1体か2体の死体しか乗っていない、この現実というのが本当に不思議で、日本にその他大勢を上陸するために運んできたのだろうかとさえ思ってしまっております。はい、すみません、不思議ばっかり申し上げて申し訳ありません。はい、ありがとうございます。じゃあ矢島さん、お願いします。ありがとうございます。私は日本海富山の出身です。私が生まれた家は勝手口開けると海でした。ですからこの船が漂着するとなんとなくわかるんです。冬はとてもじゃないけど、私も町内に漁師の方がいらして船に乗せてもらうことありました。ただ冬はとてもじゃないけど、皆さんこういう言葉をご存知ですよね。イタコ一枚したら地獄だと、漁師さんたちはそういう気持ちで漁に出てます。向こうはもっとだと思いますね。やっぱりこういう、あと近所の漁師さんが船ごと何人かいなくなってます。そういう船も利用されたのかなと思います。そういう船も船ごとこの拉致してくるっていうのは、そういうものに使おうと思って自分のところで作るのはあれだから、人から取ったものでね、それに死体を乗せて、先ほど皆さんおっしゃったようにそうやって流したのかな、土地まで栄光してきてとも思ったりします。そしてあとは私の兄の時もそうですが、警察届けますと25の男ですから、警察官は小指を出して付き合いました。小指を出して25の男だから女と逃げたんだろうと、じいさん今度ね帰ってきたら勘弁、許してやんないよ、認めてやんないよって言ったそうです。でも私たち子供の頃には遊んでるとこんなとこにいると朝鮮人にさらわれるぞって注意受けてました。実際松林なんかにもそういう建物が建ってました。でそれをどういうふうにしてこううまくどこからか持ってきたものをこっちとこっちとつなげて、それで国民を騙そうとする、その気持ちが同じ日本人として同じ人間としてとても残念です。なぜそういう気持ちになるのかってことも含めて、だからいろんな人たち、山本さんから水田さんから何かこう分かりきったこと、私のような一主婦でもおかしいと思うようなことを堂々と発表して、それを自説を曲げずにそれを国の発表というんですかね、そういうふうにしてしまうところに国家というものの恐ろしさというんですかね、
私は日本の国に生まれて子供の頃は幸せなんだと思ってました。でも必ずしも国家というのは国民を守るものではないということに自分はこの立場になりまして、とても残念ですね。なぜこの命を賭してもそれを間違っていることを間違っていると言えないのかなと。なぜその ここに日本の国がそちらの方へ何か流れていく、今先ほどの議員さんの話もありましたが、なぜ利益、自分の利益、なぜ国家の利益が最優先だ、人命よりも国家の利益が最優先だと言えるのかと思ってちょっと残念です。あ、ごめんなさい、長いことおっしゃって、すいません。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もっともの話で、ね、外務省の役人がたった17人のために、ね、国交正常化ができないのはおかしいと普通に言えてしまうっていうのが、その方が絶対異常ですよね。今矢島さんの言ったのは最もだと思います。あ、どうぞ。はい、はい、どうぞ。今あのお話が出てたのでちょっと追加するんですが、あの今聞いててですね、一つ思ったのは、一体この死体で流れ着いた人は何で死んだんだろうというのはですね、ちょっとありまして、由利本荘行った時に地元の漁師さんは、あのおそらく低体温症ではないかと、まあ、寒いからですね。でそうすると、先ほど、まあ、あの竹下さんの話とちょっと関係するんですが、あのこの木造船で荒れた海になった時に乗っかってた乗組員はどうしたろうかと。で増本さんどうですかね、あの中に入りますかね、それとも外で出てる。いや、あのぐらいの船だったらもう外に出てるでしょ。じゃあ、まあ、外に出ていて振り落とされた、抵抗して中に入って抵抗してたら、それであのあそっちの方が危ないですか。まだあの海に投げ出されて九死に一生を得る可能性があるとすると、もちろんだけど、そのまま波にさらわれてる人も結構多いじゃないですか。小さいですもん。あの一つですね、平成27年、だから3年前の1月にあの石川県のここで鹿町ですね、やはり能登ですけども、ここへ着いた船は、確か10メートルぐらいの船だったと思うんですけど、生存者1人で、これはですね、乗っかってた人間61歳というんですが、自分1人で来たと言ってたんだそうです。でどう考えてもあの船一人で持ってくるということはできるはずがないと思うんで、ということは この一人以外はみんなどっかで上陸しちゃった、だから途中で海に落とされたというようなことも言ってなかったはずなんですね、じゃないかなというのと、あとはこれはあの船でっていうことじゃないんですが、おととしの7月にあの山口の 長門市に上陸した男性というのは、本人の言葉で言うと、なんか友達の船で、3日前にあのチョンジンを出発して、で、日本の海域に来てから、あのポリタンクに捕まって海に飛び込んで、そして漂流して、長門市に着いたということを言って、なんかこれもちょっとおとぎ話みたいな話で、これもありえない話なんですけど、それをだからちゃんと聞き取りする人間が本当のことを聞いて、しかし、どうしても出しちゃいけなくてこういう情報が出ているのか、あるいは最初からもうまともに聞き取りしないで終わらしちゃったのかっていうのは、ちょっとこれは疑問なんですけど、いずれにしても、まあ、そういう状態で簡単に入ってくる人間がいくらでもいるということだけは間違いがないのかなというふうに思いました。はい、はい、さん、でも去年からこれだけ漂着船を許して、それで工作員が日本に潜入する目的だとして、何の目的なんでしょうね。まあ、工作員ないし、それに類するような人間だったとすると、まあ、一番考えられるのは、これが急激に増えるのは去年の11月からですから、で北朝鮮がミサイルをやめるのが11月ですから、そうすると、ミサイルをやめるのと一致しているということは、そっちをやらない代わりのことをやり始めたということが、私は可能性として一番高いんじゃないかと。つまり戦争になった場合に日本から在日米軍が飛んでいくわけですから、それを足を止めるということはもともと北朝鮮としては極めて重要な方針なので、でそのための要員を送り込んだ可能性はあるんではないかと。ということは
まだ日本国内にいるってことですよね。じゃないでしょうか、おそらく。方向性としては今増本さんがとってもね、いい質問をしていただいたんですけど、そういうようなテーマで会場の皆さんでは、あの、ちょっと聞いてみたい、こう思ってるというご意見があったら、はいはい、日本の心港経済支部長の山本秀美と申します。あの、まあ、合法的に入ってきた研修生とか外国人労働者が骨折受け入れるようなケースはよくあるので、ましては非合法で入ってきて受け入れるケースというのはあり得るかなと思うんですが、あの、あれですね、実際現場でその船ものをご覧になられて、例えばその船のその材質、まあ大体見てると木製が多いんですけど、その作って何年ぐらいのものとか、その木の材質は、あの、あれにしても、その、最近作った船なのか、それとももう、だいぶ使い込んでる船なのか、なんかそういう議論とか、なんかこれが大体どれぐらいの年数ものと、そういったなんか視点で何か議論とか、観察されたってことでございます。それはちょっと、まあ、私もその、あんまりそっちの専門ではないので、それがわかる人に話は聞いてないですね。そんなめちゃくちゃ古くはないと、ごろいけども古くはないと思いました。あの、要はあのちゃんとしたまともな船作れる能力がない。あの、やっぱり鉄の船がそんなにたくさんは作れないから、代わりを木造船にして、で木造船作るとなった時にやっぱりしっかりしたこういう船にできない。だから、あの、やってるんであって、だから形構造自体は古いけども、作ってるのはね、そんなに経ってないような感じには見えました。ただ、あの、これ、あの、専門家見ればまた全然違う見方するかもしれないんで、何とも言えないですけども。はい。どうぞどうぞどうぞ。はい、どうぞ。ちょっと、あの、逆戻りするような話なんですが、皆さん、ちょっと不思議に思われませんか。北朝鮮からどうして、あんなにたくさんの船が、日本まで来るんだろうということ、原因に対して不思議だと思われると思うんですが、私が北朝鮮にいる頃、すでに、炭鉱鉱山とか中国のこう採掘権を50年採掘権として売り渡している、そういうのがありました。そして、1900年代の終わり頃には、もうすでに金正恩の時代ですよね、にはすでに西海岸、あの、北朝鮮の西海岸は中国のものでした。それも漁業権が売り渡されていたんですよね。だから一番たくさん飢え死にした頃、中国からこの結局お金を持ってる人が船をこう一艘ずつ持ってきて、西海岸は遠浅なんです。遠浅で、というかな、あの、干拓ですよね。貝とかそういうのがたくさん取れる。そういうとこなんですけど、そういうところで船を一艘持ってきておいて、朝鮮の人たちの中で本当に飢え死にを免れられない人たち、最後に行くところがその西海岸だったんです。そこへ行って、貝を取って、その止まっている中国の船にその日のうちに売り渡すんですよね。でもそれがどれくらいになるか、本当に一人一人が朝から晩まで貝を拾って、もう腰が立てないくらいに拾って、それを渡します。渡して、そして一月に一回その計算をしてもらうんですよね。お給料として計算してもらうんですが、一月間奴隷のように働いたその代償としてどれだけもらえるか、メリケンコ一袋。人間の労働力がそういうふうに本当に奴隷と同じように扱われていました。でも私が北朝鮮に2003年までいたんですが、それまで東海岸はまだ中国の手に渡っていませんでした。だからその頃は近海でいろいろなものを取ってたわけですよね。だから最近になってこう、去年も数十隻の船が流れてきましたよね。そういう現象を見ると、東海岸も全部売り渡されてしまったということです。漁業権が売り渡されて
近海で北朝鮮の漁民が漁をできない状況になっている、そういうことだと思うんです。だからそれでも軍所属の漁民もいますし、一般の漁民もいますけど、どうしても海産物は必要なわけです、生活のためには。それにその海産物のために、海のものをたくさん取るという指令はいっぱい降りるわけですよね。それの解決策として狙われているのが大和堆なわけです。自分たちで漁場をか開発するのはとても大変なわけです。でも日本が開発してあるところへ入り込んで、で泥棒のように漁業をするということは可能なわけですよね。それがこうあまりにもこうみすぼらしい船でこう冬の日本海の荒波に耐えられないような、そんな装備しか持ってない状態でも駆り出される、その結果だと思います。私はね、本当に遺産だと思います。私ね、それでもどう思ってたか、大和堆で大和堆で北朝鮮の船がいっぱいいるのに、ちょっと大きい船が見えたんですよね。あれ母船なんだ、だからそこで取って少し乾いたね、スルメになったやつね、半乾きぐらいのスルメになったやつを母船がこうあれしてんだ、集めてるんだ、そう思ってました。そうじゃなかったです。その大きな船も中国の船でした。結局中国の船がそこまで出回ってきてるわけ。それで北朝鮮の小船が取ったものをまた本当に奴隷に与えるような値段で買い取ってるわけです。どれだけ中国の、もう中国が北朝鮮のその経済の悪さを利用して、もう完全に北朝鮮という国は国という形を成してないわけです。経済圏までみんな握られてしまってますから。今現在はもう本当に陸地も炭鉱鉱山は全部握られてますし、今平壌にいろんな建物建ってますよね。あれ全部中国資本です。私が言うときすでに中国平壌の建築資金はみんな中国から出てくるんです。だからあれ金正恩自分で建てたみたいな顔しててもそうじゃないんです。それくらい経済に握られてます。まずそれを跳ね返さない限りは北朝鮮は自分の足で歩くことはできません。私が今夜今この話をしたのは、その漁民がどういう悲惨な状態で海に駆り出されなければならないかということです。この話をしようと思います。はい、ありがとうございます。すみません。どなたか他にいらっしゃいますか。どなたでも、やっぱりその漁民さんたち、今話されてた漁民さんたちもいると思うけれども、まあ、それに紛れて入り込んでくるような良くない輩の人たちも当然いると思うんです。私はそう思ってます。だけど冬の日本海ですごいボロボロなような状態でたどり着いて、それで上陸してさっと紛れれることできるんでしょうか、っていうか私それは何て言ったかな、土大臣って言いましたっけ、日本内部にいるそういう協力者がやっぱり日本海側にまだいくらかいるんじゃないかと思ってるんです。だってちゃんとした格好してないと思うんですよ、日本人に紛れられるような。だからそういう準備とか、もちろんその来る時に連絡なり取って、それで準備している方っていうか人たちがいるんではないかと思うんです。だってそれに行くんだって、そんなボロボロの格好して、それで東京まで来れるとはとても思えないんで、まあもし列車に乗るとしても、あんなボロボロな格好したらみんなやっぱりおかしいなって思うんじゃないかと思うので、まあもう新潟には調整それなくなったと思うんですけど、やっぱりそのから辺はまだいるんじゃないかと思って、でそういう人たちを、まあ、
捕まえるって言ったらちょっと違うな、取り締まるって言っても違うけど、そういう人たちをどうにかすることは今の法律ではできないんでしょうかね。はい、ですね、まあ、日本にいる工作員が減ったという、あるいは土大臣あるいはそういう協力者というのが減ったという話はないので、まだいるというかごく普通にいると思います。まあ、この中にだって一人ぐらいいるかもしれないですし、で、なんかのもう最初からいいと思って上陸している場合は間違いなく迎えに来ている人間がいるはずです。で、この中でどこだったか忘れましたけども、携帯電話を持ってた死体があるんですよね。だからもう今この時代だから、スマホを持ってりゃ GPS で使えるから、そうするともうそれで連絡取り合えばもう簡単に落ち合って、昔みたいな苦労する必要は全然なく、で車持ってきてワゴン車にでも乗っけしまえばどこにでも行けますから。で、あと去年の11月27日の青森の西村に着いたやつは革靴とか英語の入ったジャンパーが入ってたんで、これもおそらく偽装用だったんだろうと、まあ、上がった時のためのものを持ってきてたんだろうというふうに思いますから、まあ、いずれにしても簡単に入ります。で、だからこれ取り締まるのは当然出入国管理法の違反の法助ということですから、まあとりあえず取り締まる法律はそんなに厳罰ではなくても一応あるので、なんですけども、ただ問題は何しろ日本の海岸線って長すぎるから、入ってくるのをですね、水際で止めるとはもう極めて難しくて、もう本当にだからきっちりと海岸線の監視カメラをつけて、で例えば警備会社などにと連携を取って、警備会社で捕まえることできませんけども、まあ、海岸パトロールやって、で何かおかしいのあったらすぐ警察とか海保に通報するとか、そういう、こうシステムを作っておけばある程度はこう止めることができると思うんですけども、ただそれにしてもやっぱり全部は無理ですよね。もう本当日本海側行きゃどこでも思いますけど、景色はいいですけども人住んでないし、で住んでる人はみんな年寄りだし、で警察なんてだってものすごく長い海岸線のあるところにポツンとだから何十人ぐらいしかいない警察署があってですね、でそれは交通違反取り締まるお巡りさんか何かみんな痛いの話だから、とてももうそんなもう守りきれない、自衛官なんかだって、私なんかだってね、陸上自衛隊20万もいないわけで、これはもうちょっと無理ですから、まあともかくでも、ただやっぱり警戒をしてるっていうことをやっぱアピールしてやっていくだけでもね、そういう特に難民みたいで流れ着いちゃう人は別として、意図的に悪意を持って上陸する人間は当然警戒してくるわけだから、こちら側がそれに対する備えをしてるということが分かれば、向こう側としてはやっぱり入りにくくなるということはあるんで、やっぱり何もしないでボケっとしてるよりは、やはりそういうことについて取り締まるとかいうことをもっと一生懸命やった方がいいとは思います。すみません、今新潟の話が外出ましたのでね、私の説明が下手だったなと思うけど、事実関係だけ言うとね、今でも新潟にも朝鮮総連しっかりあります、はい、私は新潟去年も行きましたけど、その時はありましたから、ちゃんとあります。ただ大変もう小さくなってるんでね、非常に小さな組織になって、まあ衰えてますけれども、一応あるにはあります。で別にその朝鮮総連の中だけが全て入れる場所ではないですから、そういう点では日本人で協力している人だっているかもしれませんので、そういう点では在日の人たちだけがそういう朝鮮総連の人たちだけがそういうカバーする範囲になっているわけではないですよね。そういう点では、それこそ本当に入ってくる意思がある人だったら、多分どんなことでもできます。で、それに関しては、こちらが止めようという意思を示さない限り続きますね。これ北朝鮮だけじゃないと思いますね。他の国もそうですよ。他の国で日本に入ってこようという人がいたら、おそらく、今の日本だったら、どの国のスパイでも来てる可能性は十分あります。あと、さっきちょっと加藤さんが遠慮しておっしゃらなかったのかもしれないので私言いますけど、さっき難民ビジネスの話をちょっとされましたけどね。加藤さん礼儀正しい人なんで言わなかったと思いますが、もうすでにあります。難民ビジネスっていうのは。これ、韓国にあるんですよ。
ちょっとやばいな、言っちゃったな。韓国に、で、脱北者を助けている、いいことなんですよ。北朝鮮から逃げた人を韓国に迎え入れるシステム。それは、韓国で頑張っている人を助けている人は立派な人もいるんです。だけど、ここでですね、ものすごい高額な金を取っているブローカーはもうすでにいます。で、一番そういう人たちに頼むと、もしかしたらですね、確実かもしれないし、安全かもしれない可能性はあるんですけど、加藤さんずっと難民救援所やってましたけど、この団体はですね、ブローカー使ったことないんですよ。助けるためにはお金がかかることはあるんですよ。それは使わなきゃいけないときはあるんです。ただ、それで商売してる人たちっていうのはもう中小国境に5万って言います。5万って言います。はい。それは私悪いとかいいとか言ってるんじゃないです。それで命が助かってることもあるから、それは一概に私は悪いと言いませんけど、それは悪と言ってるんではなくて、本当にね、難民というものは一つのそういう世界が出来上がってしまいます。出来上がってしまいます。これがもっと悪い方に行くと、偽装難民の世界に入ります。日本に仮にですね、ハングルを喋って、私は、北朝鮮から来ましたと。私のお父さんは、実は、東京の出身で、荒木さんのお父さんと友達でありました。この YouTube を見てるんですよ。いや、あり得るんですよ。あり得るんですよ。それが中国朝鮮族ってこと、十分あり得るんです。我が団体も完璧に騙されましたから、そういうことはあります。それはどういうことかっていうと、それ騙されるとか騙されないって話をしてるんじゃなくて、今、ヨーロッパで起きてるのはそれなんですよ。難民が来て乱れてるって、そればっかり話題になるけど、そうじゃないんです。難民と移民の区別がつかなくなったことが混乱の根本なんです。全部がシリアから来た気の毒な人たちだったら、あそこまで複雑になってない。シリアから来ましたっていう形の、私は戦争で逃れてきましたっていう、移民と難民がごっちゃになっていることが、今の状況なんです。で、これは日本だって場合によってはあり得ることなんで、だから全部追い出すじゃなくて、それをどうコントロールするかってことを考えなきゃいけないんですよ。で、最後にとって話ずらしちゃって悪かったんで、一言だけ山本美穂さんに言っていますけど、ここにいらっしゃる方はみんなご存知と思いますが、私、警察に対して批判したいんじゃないんですけどね、警察の発表は、自殺ということだったんでしたね。自殺の可能性があると。少なくとも、拉致ではないということで、発表があったんですよ。今、警察のホームページ、日本の警察のホームページ見てください。山本美穂さんは北朝鮮に拉致された可能性を排除できない人の一人です。本当に調べて DNA が正しくて、だったら北朝鮮に今いるわけないじゃないですか。まあ、それはあえて言えば、北朝鮮にさらわれた途中で、残念ながら亡くなって、海に捨てられて、それが流れ着いたとか、まあそこまで言えばそうですけど、何も日本の警察がそんな北朝鮮みたいなこと言わなくていいわけです。私は別にそれ、日本人ですから、日本の警察を悪く言いたいんじゃなくて、警察として、これは拉致の可能性は、ほぼないと判断された方が、なぜか特定失踪者、失礼して、警察が北朝鮮に拉致者の可能性があるかもしれないという人の中に入ってるんですよ。それは我々、まあそれを責めるっていうんじゃなくて、それぐらい、本当に何人が拉致されてるか、日本は分かってないんですよ。だからさっき私が言った時、半分冗談と思ったかもしれないけど、私が拉致被害者です。もしくは、拉致被害者の子供で向こうで生まれましたっていう人が、北朝鮮から来たら、その人に対して DNA 鑑定とかどうやってやります?向こうで生まれたから日本もできませんとか。本当にそういったことまで入ってくる、本当複雑な問題なんで、そういったことに対して、まあ今日その後ですから、今日悪いことばっかり言ってる、悪い方向の話ばっかり言ってますけど、でも助け出すっていうのは、そういう中から、
助けるべき人を助けるということなので、ちょっと余計なことを言わせてきました。失礼しました。加藤さん、さっき川崎さんの話の中で、まあ、川崎さんの言われた頃は、まあ、黄海の方、西海岸が、まあ、中国の海みたいになっちゃったとして、今もう東海岸もそうなっているということになると、そこに中国がそれだけ進出してきていれば、なおのこと、まあ、脱北の、まあ、難民武道館もやりやすくなると思うんですけど、ちょっとそこら辺。今、その、脱北者はほとんどが中国国境を越えてくるというのが今までの流れですよね。で、最近の流れは、中朝国境の川をですね、密かに渡ってくるというのが主流ではなくて、北朝鮮は外貨が非常に乏しくてですね、苦労しています。で、そのために、たくさんの人を海外に派遣して、出稼ぎ労働して、それで外貨を稼ぐという方法になっていますが、その中で脱北するというのはですね、3年間の滞在ビザが切れる間際になると、行方不明になるという形で、流れてくる例が多いんですね。あと、それ以外には、公式的に、選挙のパスポートを持って、出てくるビジネスマンであるとか、まあ、それはほとんど軍関係が多いんですけども、そういう人であるとかですね、あるいは外交官で、そういうような人たちが今大きくなっているんです。で、今さっき私が言ったのは、その大量の難民流出につながるケースとして、その話をしたんですね。難民ビジネスっていうのは。これは、川崎さんがおっしゃったように、もうすでに、あれだけの船がいるということはですね、中国が沿岸の漁業権を買い占めているために、もともとあった、漁業会社、それは、人民軍傘下の漁業者、あるいは39号室に登録している漁業者、そういうような人たちが、もうすでに、そういう場では、金を稼ぐことができないということで、中国に全くこう従属するような形になっているわけですね。で、そういうためにあれだけの数が流れ着きやすいような状況にあるということは確かなようですね。ですから、やがて中国がもっと稼ぎのいい仕事を始めるということは、そんなに遠い先のことではないだろうというふうに私は推測します。まあ、だから、イカを運ぶより人間を運んだ方が儲かると思えばやるという、そういうことですよね。うん、他にはどうでしょうか。すみません、ちょっと待ってられる方が思います。あ、いいんだ、どうぞ。過去に朝鮮総連がね、なくなるんじゃないかと期待した時期がありましたね。で、なんかぐるぐる回って横取りをずっとみたいな。そうですね、はい、それから先日北朝鮮をなんかスパイ容疑で帰ってきた人いました。なんかもうとにかく不思議なことだらけで、ごめんなさい、今日 のこのあれと会ってなかったら申し訳ないんですけど、なんかこう今なんか不思議なことばっかりあるので、なんかそういうのってなんか私たちはどういうふうに考えたらいいのか、ちょっとあれですかね、お話もしよろしかったら。ちょっと、まあ、この間捕まって戻ってきた人のことはちょっと情報が断片的なんで、どこまで本当か分かりませんから、何とも言えないんですけどね。元在日だったんじゃないかとか、いろんな説はあるんですけども、で、まあ、北朝鮮がなんであんな簡単に返したのかとかですね、あるんです。まあ、例えば北としてもやはり日本からの金は、今話が出たような状況なんで、ともかく欲しいから、それで、まあ、交渉の糸口を作りたいというふうに思ったという可能性もあるんですけど、ただこれはちょっと、もうちょっと情報を揃わないと何とも言えないですよね。で、朝鮮総連の方は、まあ、これは三浦さんの方が詳しいと思うんですけど、まあ、基本的には日本政府としてはあれをだから話し合い の材料にしておきたいと、やっぱりその取引材料にしたいというのが、あそこを更地にできない
私は最大の理由だと思うんですね。その気になれば簡単にできることを逆にあそこを残しておくというのを、まあ、取引材料にして交渉しようとしているということで、でそれは間違いだと思いますよ。でそれ逆にも潰してしまった方が向こうへの圧力になって向こうは話し合い出てくると思いますけども、それはまあ日本の政治家の中でも常に傷持っている人はなかなかいるんでしょうから、まあ、そうするとなかなかこう言い出せないという場合もあるのかなという感じはしますが、朝鮮総連に期待する、つまり北朝鮮側がですね、朝鮮総連に期待するということはいくつかあると思うんですけども、一つはその政治的な理由、一つは経済的な理由だと思うんですけどね、まあ、政治的な理由というのはその日本の世論工作も含めてあると思うんですけども、私は今思うのはですね、朝鮮総連の影響力の相対的な沈下、これはね、もう追うべくもなくあると思うんですね。で今北朝鮮の経済を支えている大きなそういう在外商協と言われるところはですね、やっぱり今の世界経済のバランスと大体符合してるんですね。でそれはどういうことかというと、まあ、一番強い経済力を持っているのはアメリカだし、二番目は中国だというふうに言われてますよね。ですから在外朝鮮人のそういう連合体で今一番力があるのは中国です。で日本の総連なんかは今問題にされてません。でそういうところが陰になり陽になり北朝鮮の経済を支えているわけですね。ですからそこのところに目がいかないとですね、日本の朝鮮総連がいかに大きくて今の北朝鮮を支えているかのように錯覚しますけども、そんなことはありません。今や中国にある朝鮮族のビジネスマンが今やって地下の経済も表の経済も牛耳っているというのが本当のところですね。ですから中国のにある朝鮮総連の中心になっている人たちは、キム・イルソンが日本との戦いでパルチザン闘争をやっていた時代の領有、つまり同志ですね、の子供たちで、今それが大きな力になって今北朝鮮を応援しているというそういう形になっているということをですね、まず皆さんの頭の中に日本の朝鮮総連が大きいというふうに思ってるんだったら少し修正をしないといけないだろうというふうに思います。今回、向こうに行ってね捕まった方、まあ、どういう方か全く私も分かりませんし、あまりそれをどうこう追及する気はないんですけれども、まずはね向こうに、だって明日アントニオ猪木さん行くんでしょ確か、ネットで見たけれども、まあ、ちょっと間違ってたらごめんなさいね。まず行かせる日本政府が良くない、基本的には、まず第一に、いやそれは70周年をお祝いに行くんですよ、建国70周年、そうそう招待されて、まあそのアントニオさんの言ってることが正しいとすればですよ、招待されて行くわけですよ。もちろん日本政府は行くべきでないと言ってますけど、まあそれは行くでしょうね。まあそれ、まあだからそのああいう一人の YouTuber が行くよりもはるかに大きな問題なんで、それ行かせる方に問題がある、それが一つとですね、あと、朝鮮総連に関しては、加藤さんの本当おっしゃった通りで、経済的にはもうほとんど意味ないと思いますね。で、ただ、これだけはね、はっきり言っておかなきゃいけないのは、朝鮮総連の持っている政治的な意味なんですよ。で、この、正直言うと、私、まあ、トランプさんに関していろんな意見があるのは分かってますけど、米朝首脳会談以降は、北朝鮮は基本的には勢いづいてると思った方がいいですから。経済が良くなろうがなる前が、アメリカの大統領と会談ができたっていうのは、三代の力だけでしょ。そういう見栄とパターンで持ってる国だからね。それはそれの力になってるんですよ。で、しかも、
あのもう一つ言っておくと、朝鮮総連 の朝鮮新報っていう機関紙があるんですよ。そこの編集長じゃないけど、まあ、相当編集長だったかな。あれ、まあ、くどく言って悪いけど、あのそれこそ日朝国交正常化推進議連の人、国会に呼んだんですからね。あ、国会の議員会館に呼んで、そして会議やったんですからね。うん、あの二人呼んでやったんですよ。一人は田中欽で、もう一人がその朝鮮新報、朝鮮総連の幹部の方ですよ。それがね、どれだけ朝鮮総連の中の統率力に伝わってると思うんですよ。これあの、これも本当ね、闇に聞かれるってほど困るんだけど、社民党や共産党の大会に呼んだんじゃないんですよ。その日朝国交推進の議員連盟のトップは自民党の人ですよ。入ってる人の中には自民党の有力な議員結構いますよ。公明党の議員もいるし。そういうところに朝鮮総連の人が呼ばれるってことは、どれだけ総連にとって励ましになるで、それは総連にとっては、平壌に対して、自分たちは日本でまだ大事にされてるんですよってことも、ものすごいアピールになるんですよ。だから、朝鮮総連に塩を送ってるのは、日本の今の政治家なんです。で、それに対して、そういうことはやめろっていうふうには、今の政府は言ってないんですからね。あるいはそういうのは困るっていうことも、今の、拉致切れも言ってないんですよ。言いたいけど言うべきじゃないって政治判断かもしれないけど、政府が言いにくいんだったら、拉致切れの自民党の人が総裁選があるから言いにくいんだったら、拉致切れの中の野党の人が言ったっていいじゃないですか。そういうことも一切公的にはされてないです。だからそういう問題っていうのは今すごくあって、加藤先生のおっしゃる通りでね、現実にお金が入ってるのは中国からですよ。しかも、今表に出てるのはごく一部。闇経済だから、もう中国の政府は何て言おうと入るものが入ってますからね。で、それはもう自立に頼ってます。そしてただ、これから日本における朝鮮総連が力を持つとしたら、日本の政治家がお墨付きを与えること。あと、ちょっと日本のマスコミとか文化人がお墨付きを与えること。それによって彼らは蘇りますよ。本当に拉致被害者が助けられる前に日朝国交正常化が進んだら、一人も帰ってこないんですよ。向こうに返すメリット何もないんだから。だから、そういうところに総連の人が呼ばれてるっていうのは、やっぱり結構大きい。真面目な問題としてね、考えなきゃいけないことだと思います。まあ、これから朝鮮総連っていうのはもう本当に、在日の人から見捨てられてガタガタになってるんです。それに日本の政治家が力を与えかねない状況が起きるかもしれないっていうね、そういうことはちょっと考えておいた方がいいと思います。と一つ追加で言うと、そのマスコミの問題なんですけども、まあ、聞こえてくる話では、マスコミに対しても朝鮮総連からのさまざまな圧力があり、北朝鮮に批判的な人はできるだけ使うなというようなことで、それをまたマスコミの方でも認めてしまっている部分があるという話を、まあ、聞いてます。これは、まあ、そういうようなことが見えたときに、まあ、そういうそれぞれの社に対して、まあ、抗議をするんでも何でもですね、やはりそういうことはちょっときちんとやっていかないと、ちゃんと発言できる、で正しい発言をしている人が出てこないで、北朝鮮に近い人間が出てくるということになれば、これも世論全体でまさに、北朝鮮を後押しすることにもなりかねないというふうに思いますので、これもちょっと注意しておいた方がいいかなという感じがいたします。放送された日本人が帰ってきましたけども、まず顔を見てあまりにもこう綺麗なものですから、ちょっとおかしいな。ワームビアさんの場合は本当にホエーブに捕まったら、おそらく殴る蹴りやられて、そして注射まで打たれて、あそこまで瀕死になったんでしょうけど、今回2週間ぐらいしちゃった、10日に捕まってですよね。で、表に出した顔は顔も腫れてないし、体も傷ついてないということで、やっぱりおかしいなと。どう考えたの、軍事施設を取った人間ですから、当然スパイ罪ですよね。それで歩兵部が簡単に何にもしないで
数週間を放っておくことはありえないと、北朝鮮では。だからあまりにも綺麗なので、これは少しおかしいんじゃないかなというふうには思いました。で、今小太郎さんの話を聞いて思い出したんですけども、2004年小泉再訪朝の前に、メディアの方から言われたんですけどね、北朝鮮が望んでいるのが2つあると、小泉さんを受け入れる条件として、まあ、1つは支援ですよね。もう1つ意味が分からなかったんですけど、在朝鮮人の地位保全、この2つを強く望んだというんですね。在朝鮮人の地位保全というのは、朝鮮総連をしっかり認めるというか、朝鮮総連の保護をしろということなんでしょうけれども、で、小泉さんが再訪朝された後に、確か50周年の創建のあったんですが、そこに小泉さんの、メッセージを持って甘利さんが行ったんですよ。本来ならば、北朝鮮を支援支持する団体である朝鮮総連は監視対象ですよね、公安ね。公安も監視する、しなければならないんですけども、そこに小泉総理がメッセージを送って、お祝いを述べたんですよ。そしたら動けないじゃないですか。こういうことを私たちの国はやっているということなんですよ。小泉さんは、皆さん偉い偉いと言ってるけども、そういうことをやってるんですよ。私たちの国はそういう国だということを考えないと、本当にこの拉致問題も解決には結びつかないし、本当に政治家の動向は気をつけなきゃいけないなと、小太郎さんがおっしゃったように、本当にお墨付きを与えてしまうんだから、朝鮮総連という団体に、と思っています。あ、はい。はい。あ、はい。先ほどの、まあ、簡単にですが、自分のね、思うことをちょっとお伝えさせていただければと思っております。私、パクと申します。まあ、朝鮮総連は、北朝鮮が今存在しているということがあるので、必ずなくなりません。そして、総連の、力は本当にないです。本当にないです。し、まあ、その拉致事件以降、北朝鮮に対するその考え方というのは180度変えて、本当にみんなになったりとか、僕みたいな考えになったりというのがほとんどです。でも、その朝鮮総連で最後まで残っているそのチョンリョン・イル君ですか、そういう存在というのは基本的に親戚がいるんです。向こう必ずいるんですよ。で、必ずいて、やはりそれに対して毎日そのチョンリョン本部はピョンヤンと毎日電話でやり取りしてるんですよね。その中でいろんなこうノルマとか金を送れとかいうふうなことは必ず毎日やり取りしております。で、その中でやはりその締め付けが苦しくなってできないというふうなことになると、だんだん基本的に朝鮮総連は対等な位置じゃないですからね。ピョンヤンとピョンヤンの犬ですから、ね、犬でもその血統付きの犬ではなくて、本当に野良犬みたいな感じに扱われているような感じがありますので、ぜひその辺だけは皆様分かってみてください。そしてですね、先ほどの土台人のことがちょっと お話があったと思うんですが、多分スパイが来る時には水際まで来てます。水際まで来てますし、土台人がいなければ作ればいい。で、例えば先ほど言いましたよね、総連の人間、親戚がいますよね。じゃあ、その、まあ、潜伏している人間が、まあ、多分自分映像で描いたんですけども、朝鮮語で多分祖国に対して寄与するチャンスだというふうなことは言いますって多分伝えて、必ずさせます。絶対にそれはしなかったら、もう自分の親戚はもう首ちょんぱです。で、そしてその先ほどの、まあ、話がありますが、その漁船のことなんですが、多分東海岸ですか、その域の漁業権を必ず売ってると思います。売ってて、それでああいうふうにして日本でバンバンこう船がこう行くようなリスクを背負って遭難している船が多いと思うんですが、これは多分3代目のエゴですよね。一種バカ息子が自分の忠誠心を見てるんです。その忠誠心をどこまで本当に真っ当に
その大和隊ですか、行って自分の、ちゃんとやるかやらないかということを忠誠を見てると思います。そしてその反面、そういうふうに相談して死ぬことが分かってる中で、そういっぱいたどり着くわけじゃないですか、その日本の海岸に。そのまだバカな三代目は、それをどこまで日本は真摯に受け止めて、北朝鮮に対して敵対的な行為をするかどうかというのも、僕は多分今の三代目は一生懸命それを見てると思います。必ずそうやって自分の忠誠心をどれだけ今の人民に対してどれだけあるのかというのは毎日推し量らないと、ちょっと怖いような状況にあると思います。まあそういう中で、先ほど その日本海で船がこう遭難している事件が多いと思います。まあ今僕が感じることはそういうことと、先ほどの日本人の方ですよね、それもそういった自分のその何て言うかな、日本に対する猿芝居ですよね。ちょっとした自分はそういうふうなことやってもすぐに許してやるんだというパフォーマンスですよね。それをみんなにアピールしてるんじゃないですか。それはどういうことかというと、今回アメリカの大統領のトランプさんですか、あれの自分がちょっと会談ができたということで天狗になってるんじゃないですか。その辺で自分は非常に30代前半の浅はかな行為でしかないと思います。そして必ずまだこの中国にこれだけいろんな経済的に支配されても、やはりワールで盗賊で頭がいいんですから、多分まだ政権はすぐには崩れないと思います。以上です。ありがとうございます。朝鮮総連の問題になりましたから、私の意見をちょっと話していただきます。朝鮮総連、過小評価してはいけません。特に拉致被害者の方たちは朝鮮総連を徹底的に潰さないといけないです。朝鮮総連がもしもなかったら、日本人の方々はそんなにたくさん拉致されていません。拉致実行犯は朝鮮総連の中にいます。もちろん最後に拉致した日本の人を船に乗せて袋詰めにして日本に船に乗せて北朝鮮まで持っていて、これ戦利品ですよって届けたのは北朝鮮から直接来たスパイであっただろう、それを思います。でも日本国内でその人間たちに居住地を与え、生活費を与え、活動を全て保障したのは朝鮮総連です。私は言います、拉致被害者の方々、拉致問題を本当に解決するつもりがあるなら、朝鮮総連の首を絞め上げたら一日で解決します。今でも実行犯は朝鮮総連の中にいます。だから朝鮮総連は必ず潰さないとダメです。私は毎月1回朝鮮総連を潰すために朝鮮総連の前でギャギャ言ってます。朝鮮総連は存在するべきではありません。百害あって一利なし、それにそんなに力を過小評価してもいけません。私は去年だったかな、東京地裁で朝鮮総連が学校の補助金ですか、それを通過させるための裁判をやりましたよね。その時に行きました。行った時に霞ヶ関の駅についてびっくりしました。人行き出がムンムンとして、人がもうびっしりなんです。霞ヶ関の構内にその人たちがもう大きな声で指示をしたり何かしません。学生もいれば、長高の学生もいれば、長大の人もいたでしょうね。それ一般の朝鮮総連の人たちなんですが、整然と動いてます。3000人ぐらいはあの日東京地裁の前に集まったんじゃないですかね。それでまあ我々は数人しか行きませんでしたから、こう横断幕掲げていたの、紙の横断幕を持っていたもんだからビリビリに破られて、私なんか下学のところへガーッとされて足を怪我したりしましたけど、最後に敗訴になりましたよね。敗訴になっても、敗訴が伝えられても外で整然としています。一人も自由に動く人いません。
それももう静かに誰が指示したかわからないような状態で指示をされて、学生は学生で、一般人は一般人、粛々と解散します。それだけの組織力が今もあるということです。それに日本社会に対する影響力もまだまだ莫大なものがあります。私が一時日本のバラエティ番組をやるテレビに出演しました。一定の期間一度こう出演してみるとこうすごい反響があったみたいで、あの日本のテレビ局の方が、川崎さんうちの番組始まって以来初めての視聴率ですよ、連続してやりましょうねとかおっしゃって、結局はあのニュースの時間に伝えられる核とかミサイルとかそういうばかりのあれじゃなくて、北朝鮮の内部での北朝鮮の国民の生活がどういうことか、そういうことを知ることができるきっかけになったわけですよね。だから一つのテレビに出るとあちこちからオファーがあって、私テレビタレントじゃないんですけどって思うほどあちこちからあのオファーがあったんですけど、私としては日本の人たちに北朝鮮の実際の姿を伝えられる機会にもなりますが、もう一つ良かったのはバラエティ番組は出演料がもらえるということでした。うちの口座に、うちの団体の口座にお金が振り込まれるんですよ。私今年の5月にハーグの、ね、国際司法裁判所へ金正恩とあの朝鮮総理のジョンマンを提訴しに行きましたが、その裁判書類を作成するお金はその出演料で払いました。それくらい、いや、あ、これやっぱり結構あった方がいいなと思って喜んだ あれだったんですが、急に去年の3月ですかね、なって急にテレビ局から電話があって、川崎さんあのちょっとこの前お約束したのをキャンセルさせてください。私はどうしてですかって質問をしませんでした。あ、そうですかって肯定だけをしました。どうして反問しなかったか。私は反問してはいけない国で43年も暮らしました。上から指示されたことに対してどうしてですかってそういう質問をしてはいけない国で生きてきた人間ですから、その自動的にテレビ局から電話が来た時、あ、そうですかとだけ言ったわけです。だからどうしてキャンセルになったか知らなかったんです。2日後に、うん、なんとかというあの暴露週刊誌の方から電話インタビューが入りました。そしてその方が、川崎さんひどい目に遭ってますね、何のことですか、テレビキャンセルになったじゃないですかってなりましたけど、で、その内容を知ったのですが、朝鮮総連の人間たちが一日に15、6人も毎日毎日テレビ局へ行って大騒ぎしたそうです。私をテレビに出す最後の条件として何を突きつけたか、4月15日の軍事パレードを取材しに行くとき、あの時あの国際的にいっぱい記者を呼び込みましたよね。それに参加させないよということを突きつけられて、テレビ局としてはそれを飲まざるを得なかった。それで私のところにキャンセルした。でもテレビ局の方は、川崎さんこの時期が過ぎたらまた回復しますのでって言いましたけど、状況はそうじゃなかった。どうしてか、私を出演させないよって言ったけれども、そのテレビ局は平壌へ行かせてもらえなかった。仕方なく共同通信のものをね、ありしてもらって日本で流すしかなかった。それを見て他のテレビ局もみんな右に並んでした。一斉に全部キャンセルした。その後どこからもありがきません。結局朝鮮総連のそういう力は厳然として今も存在しているということです。私は朝鮮総連の前に行っても言います、あんたたちそういうことしてるよね、だから一日も早く解散してしまいなさい言ってますけれど、さっきも言ったように拉致と朝鮮総連は直結しています。だから拉致会社の方々先頭に立ってください。朝鮮総連を一日も早く抹殺すること、なくすことに協力してください。
今政府は朝鮮総連をなくすのにとてもこうどういうかな協力的ではありません。それは政治的ないろいろな関係があるからそうなるんですが、我々としてそういうことに左右されない勢力としては朝鮮総連を潰さないとだめ、朝鮮総連が日本に存在してはダメだということを日本の世論化をしないとダメだと思っています。日本の社会全体が朝鮮総連を存在させるな、そういうふうに流れてどうしても解散させないとダメな状況に私は追い込みたいと思っております。以上です。ありがとうございます。吉田さん、テレビ局として何かありますか？いいか言えないことばっかり。うん、まだまだあえて言えることではないってことですね。わかりました。残り10分を切りました。最後の質問にさせていただきたいと思いますが、どうでしょうか。なかったら責任は荒木が取ります。ああ、じゃあ、はい、はい、まあ、いろんな問題あると思います。とにかく、一つにはね、もう皆さん忘れちゃったかもしれないけど、平昌オリンピックと米朝会談の時のあの時のテレビの報道、あれ忘れないでください。キム・ジョンウンという方に対してね、急にあれほど皆さん親しげに話すとは私は思わなかったですよね、うん、まあまたイメージ終わっちゃってますけどね。あの時言いにくいですけど、私その時テレビちゃんと見たら、拉致のこと言った人、帰国も事業のこと言った人、生徒での人権問題言った人、私が見たテレビではなかったですね。ついでに言うと、あれが自分のお兄さんこれそこと言ったところもなかったですね。で、あんま個人名出したくないんだけど、川崎さんは喋れないかもしれないけど、まあ、ピョンジールさんは全部喋ってましたね、なんかね。ピョンジールさんは悪いって言ってるじゃないですか。つまり、ああいう感じのキャラクターの人が常に重用されるんですよね。で、それは逆に言うと、本当に大事な問題から目を背けさるための演出っていうのが、朝鮮総連がやらせたんじゃないですか。テレビ局が自発的にやってたっていうことはね、やっぱり、考えなきゃいけないことだろうなと思いますね。で、それは今でもどっか続いているような気がします。それじゃあ、もう一応これで最後ということでご挨拶を含めまして、どうもありがとうございました。いろんな議論ができまして、いろいろ考えるところがあったんですが、まあ、これからまた、時期的に言うと次がやってくると思いますので、それにどういうふうに対処するかということをおそらく次の7その後を考えつつ7の時にはまたやらなければいけないんではないだろうかなと思っています。で、今日最初に申し上げましたように、予備自衛官の定年ということになるんですが、まあ、それにあたって考えたことを、まあ、ネットなんかでもちょっと流してるんですけども、書いたものは受付のところに置いてありまして、まあ、もしご関心のある方あったら、一度お読みいただきたいというふうに思います。で、この朝鮮総連のことでも、北朝鮮全体のことでもそうなんですけども、結局ですね、守りでいたらいつまでたっても問題は解決しない。やっぱり結局ですね、攻撃は最大の防御で、相手に対してどういうふうにダメージを与えてですね、やっつけていくかということをやらないと、もちろん拉致被害者の救出もできませんし、北朝鮮の人権問題等のですね、解決もできないだろうというふうに思います。で、今のところ残念ながら政府は受け身です。で、この間ベトナムで5月ですか、北朝鮮側と、交渉をしたというふうに言われているのが、安倍総理の、最も信頼している人の一人である北村茂さん、もともと警察官僚なんですけども、この方は、実は山本美穂さんの DNA の事件、これやった時の責任は彼にはおそらくほとんどないと思うんですが、
その後のもみ消しに関してはかなり一生懸命やった人でございまして、まあ、だからそういう人を安倍さんが一番信頼しているというのはどうかなとは思うんですが、まあ、ただ優秀な人間であることは間違いがないんで、で安倍さんは基本的には外務省を信頼してませんから、まあ、そういう意味では北村さんを派遣したというのは、それなりに本気を見せようというところがあるんだと思います。ただそれでもこの問題の解決というのは、今のやり方でやっていて、全員が帰ってくるなんてことは絶対にありえない、というふうに思うんですね。で、拉致被害者全部取り返すためにはともかく結局も体制を変えてしまうしか方法はないわけで、まあ逆に言えば取り返せる人から順番にともかく取り返して、そして向こうの体制の中にも穴を開けてですね、行かなければいけないというふうに思います。で、これちょっと宣伝、半分宣伝になるんですが、私が所属してました、拓大の海外事情研究所で、海外事情という、今年から2ヶ月1回になったんですが、この、まあ、本がありまして、この次に、今月の半ばに出るのは、朝鮮半島特集なんですね。で、そこで私は、書いたのは、北朝鮮のこれまでやってきた様々な挑発テロ行為、の分析をやってみました。で、結果なんですけども、結局何の意味もない。まあ、大韓航空機は火事件のが一番、明確ですが、あれは結局、ソウルオリンピックに、参加する国を減らそうというのがですね、あの事件だったわけですね。で、子供が考えたってあんなことでですね、マイナスになるはずはないわけなんですけども、そういうことを北朝鮮という国はですね、ずっとやってきたと。朝鮮戦争でともかくそれこそ今の金正恩と同じぐらいの年だった金日成が、自分の権力を確立するために南朝鮮に攻め込んで、そしてそれが失敗してですね、元と同じようなところで止まってしまったと。で、もうこれからその先は中国もアメリカも噛んでしまったんで、二度と戦争ができる状況はなかったんですけども、それをやっぱりやり続けるということをやってしまって、できもしないのにそれをやったために全体は動かずに、なおかつ変なテロとかですね、全く無意味なこと、挑発はずっと続けてきたというのが、まあ、今の状況だろうと思います。で、どこの国だって日本も含めてですね、経済も何もみんな大変で、一生懸命いろんなことやってですね、なんとか経済を支えていこうとしている状態の時に、あんなにめちゃめちゃな国がですね、核やミサイルにものすごい金をかけて、何の生産性もないようなですね、プール作ったりとかですね、スキー場作って、それでうまくいくはずがないわけですね。だから、さっき話が出たように、中国にも経済的に完全に支配をされるというような状況になってしまっているということだろうと思います。だから、彼らやっぱり見ているほど、我々はですね、日本の中であれは怖いんじゃないか。いろんな立場の人が、北朝鮮ってすごい怖い国だ、何するかわかんないというふうに言ってるほど、実は本当は怖くないんじゃないかと。こちらからですね、ちゃんと仕掛けて、多少の解決は悪いかもしれないけども、それでもやっていくという覚悟さえあればですね、意外と簡単に、ひっくり返ってしまうんじゃないかなという気が私はしてます。だって、ね、自分の母親が在日であるがために、自分の誕生日だってお祭りできない、という、とんでもないところに変な弱点を持っているわけですから、そんな弱点はおそらく山ほどあるんだと思うんですね。我々はやっぱそこをどれだけついていけるかと、いうことだろうと思います。だから今回、これから先、まあ、やってくるであろう船や何かについても、もっと来てどうしようどうしようじゃなくて、それをどういうふうに使っていくかということをですね、考えていくということに、しなければいけないと思いますし、これは政府の方でやってくれることを任せてくることはできませんから、やはりですね、他の民間の方で考えていくしかないので、今日いろいろ議論されたことも、今後のことにまた生かしてですね、やっていきたいというふうに思っておりますので、まあ、ぜひ、今後ともこの集いまだ続けてまいりますから、ご協力をお願いします、ご参加をお願いし、ご意見等をいただければというふうに思っております。今日はどうも本当にお忙しい中ご参加いただきましてありがとうございました。加藤さん、三浦さんも本当にありがとうございました。